フィードバーの後は2004年にスタートしたウェブフィードマネジメントプロバイダーである。ディック・コストロ、エリック・ルント、スティーブ・オレチョスキー、マット・ショウビーが立ち上げた。ミシガン大学卒のコストロは2010年にツイッターの最高経営責任者に就任している。カスタム RSS フィードと管理ツールをブロガー、ポッドキャスター、その他ウェブ型コンテンツ配信者向けに提供している。 トラフィック解析や任意の広告システムを含むサービスを配信者に提供している。当初は広告が RSS 形式に合うかどうか明確ではなかったが、現在はフィードバーナーのフィードで2、3番目に広告を入れることを選ぶことができる。ユーザーはフィードの購読者数や購読しているサービスとプログラムを見ることができる。公開されたフィードは ディグと出るアイチをアスへの自動リンクや複数のフィードからの情報スプライシングといったいくつかの方法で修正される。フィードバーナーは典型的な Web2.0 サービスでフィードバーナーを他のソフトウェアで使用できるようにする Web サービスアプリケーションプログラミングインターフェースを提供している。2007年10月5日時点では584,832人の 配信者によって100万個以上のフィードを管理しており、このうち14万2534個が、ポッドキャストやビデオキャストのフィードであり、構造化データやフィード管理の牽引役になると考えられる。2007年6月3日、フィードバーナーは Google に買収、価格は1億ドルと噂された。1ヶ月後、人気のあった2つの有料サービスが、全ユーザー向けに無料化された。 2011年5月26日、Google はフィードバーナーの API を終了することを発表、同年10月20日に API の提供を終了した。さらに2012年10月2日にフィード対応のアドセンスも終了が発表され、同年12月3日に終了した。フィードバーナーにおける技術的問題の一つとしてたびたび言われるのが、 サービス使用ブログの購読者の減少が報告されることである。実際はフィードバーナーの記述的問題ではなくフィードバーナーから収集し、それらのパートナーから集計しているようなフィードバーナーに報告するフィードーー通常この問題は単一の RSS リーダー、クライアントにつながっていることによるものである。2009年4月、例として問題を抱えているフィードバーナーの購読者は、 Google のフィードフェッチャーサービスを使用していることが分かった。ありがとうございます。